こんにちは、金黒です。ドコモが新料金プランを発表しました。しかしファミリーで使うには今まで通りシェアパックプラスドコモウィズが最強という説です。金黒レビューチャンネル。ドコモが新料金プランを発表したことにより、大手三大キャリアの通信費用プラス端末代金の完全分離の新料金プランが出揃いました。テレビなどのメディアがこの話題いろいろ報道している中で、確かに通信費用は下がるんだけど端末の割引がなくなるので結局はほぼ料金体系が変わらず、今この端末代金を割引いてもらっている人にとっては新しい料金プランにしてしまうとその差額が出てしまうので、結局のところ今端末代金の割引してもらっている方はまだ新料金プランに移らない方がいいという論調が大半でした。ただ我が家の場合いろいろシミュレーションしてみると、新料金プランも、確かに魅力的ではあるんですが、今の段階では新料金プランに移らない方が結構お得だということが分かり、その具体的な事例をご紹介していきます。まず前提条件となる我が家の状況をご紹介します。私と妻と子供3人家族で、3人とも iPhone を使っていて、それぞれ割引サービスに私と妻はドコモウィズを使っていて、子供はドコモの学割を使っています。それプラス私が iPad 用の SIM データ端末を使っているのと、別に自宅用にドコモ光マンションタイプを使っています。料金プランとしてはウルトラシェアパックの30ギガを iPhone 3台と iPad 1台の4台をシェアパック30ギガで分け合って使っている状態になっています。ここで鋭い方だと気がついたかもしれませんが、私が使っている iPhone X はドコモウィズ対象商品ではありません。まず最初にドコモウィズの割引についてご紹介しますと、ドコモウィズの割引はそもそも格安 SIM に対抗して作られたサービスで、最初ドコモウィズの対象端末を買うと端末代金は変わらないんですが、通信料を毎月1500円割り引いてくれるサービスで、これはその端末代金が支払い終わった後もずっと1500円引いてくれるサービスです。ドコモウィズで選べる端末は実はあんまりハイグレードな商品はなくて、 iPhone だと iPhone 7か iPhone 6S が今対象商品になっています。しかし私が iPhone X をドコモウィズ端末として使っているのは、一旦 Android 端末で契約してその後すぐに iPhone 用の SIM に税別2000円払って交換してドコモウィズとして使っています。子供は iPhone XR を使っていて、ドコモウィズじゃなくドコモの学割使ってるんですが、これも結構お得で、家族と一緒に使うと最大13ヶ月間税抜き月額280円でスマートフォンが使えます。また家族と同一シェアした場合、家族に2500ポイントつくのも結構お得なところです。子供が使ってる iPhone XR も実際は0円で調達していて、それは別の動画で発売直後じゃない今がお得、 iPhone XR ドコモショップで無料だった内訳という動画で、その0円で iPhone XR を調達した様子を動画でまとめています。ここまでをまとめると、我が家では iPhone 3台のうち2台がドコモウィズで割引してもらって、1台がドコモの学割で割引してもらって使っています。その iPhone 3台と iPad 1台、この4台を30ギガをシェアパックして使っている状態で今契約しています。こういう前提条件で今までのプランと新しい新料金プラン、どちらの方がお得なのか具体的に計算していきましょう。ドコモの公式サイトの料金シミュレーションでやってみましょう。まずは今までの料金体系ですが、我が家の場合 iPhone が3台になります。そしてデータ端末が1台、
この状態でまずは1台目のステップに進んで、1台目は今回は機種変更なし、そして次に進む。電話料金は私はかけ放題を使っています。そして次に進む。パケットパックの割引条件としては2年以上ですね。そしてずっとドコモ割コースで、ドコモ割プラスの還元方法としては、本当は D ポイントの方が 1.2 倍多いんですが、私は料金割引を選んでいます。そしてステージとしてはプラチナステージになっています。それからドコモ光も今マンションタイプを使っているので、マンションを選びます。2年間の定期契約なのでこのままでいいとして、ドコモ光電話とかドコモ光テレビオプションは使っていません。そしてパケットパックは現在ウルトラシェアパックの30ギガ9800円を使っています。そして次に進みます。年齢は26歳以上で、ドコモウィズ対象端末を使っています。そして次の回線へ。2台目の端末も今回機種変更なしでプランの見直しにして、次に進みます。妻が使っている端末はほとんど電話使ってないので、シンプルプランにしています。そして次に進みます。シェアオプションはどうしても費用がかかります。次へ進みます。年齢は26歳以上で、妻の端末もドコモウィズ対象です。そして次の回線へ進みます。これは子供の回線なんですけど、これも機種変更なしを選んで次に進みます。子供もほとんど LINE 電話で、電話は使ってないのでシンプルプランにしています。そして次に進みます。シェアオプションも費用はかかってしまいます。次へ進みます。子供は25歳以下で、ドコモウィズ対象端末か聞いてきますが、実際ドコモウィズ対象端末ではないんですけど、同じ代金割り引いてもらってるドコモの学割使っているので、ここははいをタップします。そして次の回線へ進みます。最後 iPad の方は、こちらも機種変更なしのプラン見直しで次へ進みます。データプランの方も2年間の定期契約ありにしています。そして次へ進みます。これもシェアオプションがかかってしまいます。そしてようやく結果を表示。シミュレーションした結果は、結局 iPhone 3台と iPad 1台、あと自宅用のドコモ光の全部で5回線で19,180円という結果になりました。ただ13ヶ月目以降はドコモの学割が終わるので、税抜き1500円高くなってしまいます。今度は今までの料金プランで1回線ずつ料金を見ていきましょう。内訳として、1台目の私が使っている端末は結局 16,524円かかっていて、妻の iPhone は302円、子供の iPhone も302円、そして iPad のデータ通信端末は2052円かかっています。合計で19,180円という結果でした。代表回線の私が使っている iPhone は16,524円と、結構割高に感じるかもしれませんが、実際は電話のかけ放題を使ったり、30ギガのデータを使ったり、自宅のドコモ光の費用も入った値段です。その他の妻とか子供の費用は302円で使えるようになっています。次は新料金プランをシミュレーションしていきましょう。今までの料金プランと同様に iPhone は3台、そしてデータ通信端末は1台。
ファミリー割引に加入している音声通話が可能な料金プランの回線数は3回線でいいと思います。次のステップに進みます。まず1台目、こちらは2年間の定期契約ありにしますね。1台目、私の端末はギガ法を選択します。これで30ギガは使える形なんですけど、通話オプションも私はよく電話をかけるのでかけ放題オプションを使います。長期特典としては私はもうかなり長い間ドコモユーザーでプラチナになります。そして次の回線を選びます。今度は妻のスマートフォンで、こちらも2年間の定期契約ありにします。妻はギガライトにして、料金は 5GB にします。また妻の場合はあんまり電話かけないので通話オプションはなしにします。妻もプラチナステージで、次の回線に進みます。子どもの場合も同様に2年間の定期契約ありにして、子どもも毎月 10GB は使っているのでギガ法を選択します。ただ電話はほとんどかけてなく LINE 電話などで通信オプションはなしにします。子どもはまだファーストステージです。次の回線へ。今度はデータ端末、こちらも2年間の定期契約ありにして、次のステップに進みます。ドコモ光は私が契約していて、住まいのタイプはマンションで、2年間の定期契約ありで契約しています。同様にドコモ光電話やドコモ光テレビオプションは使っていません。ここで結果を表示しましょう。新料金プランとしては結局最初の半年間は 19,050 円という結果になりました。あと誕生月ごとにドコモの特典で合計 6,500 ポイントと、ドコモ光の契約更新ごとに 3,000 ポイントつく形になりました。結局のところ我が家の場合、新料金プランあまり関係ないんですね。端末ごとに値段を見ていきますと、結局のところ1台目は6134円で、2台目が3218円、3台目が4298円、データ通信端末は1080円、ドコモ光は4320円と、結局のところ7ヶ月目以降を考えると割高な設定になっていると思います。結果をまとめたものがこちらの一覧です。結局のところプライン変更すると、当初半年間は130円安いんですけど、7ヶ月から13ヶ月目になると2030円高くなり、14ヶ月目以降は410円高い感じになりました。結局プライン変更した方がトータルで見ると割高になるんですね。なぜこのような結果になったかよく検討してみると、2つの要因があると思いました。まず1つ目は、今までのシェアプランとドコモウィズや学割などの割引が我が家にはちゃんと合ってたというのがあると思います。それは私が毎月15ギガぐらい使っていて、嫁がいつも毎月3ギガから4ギガぐらい、そして子供が毎月10ギガぐらい使ってたので、ちょうど3人で30ギガをシェアするっていうのはぴったりだったのと、またドコモウィズや学割でそれぞれの端末1500円税抜き割引いてくれるっていうのが大きかったんだと思います。2つ目の要因としては、ギガ数と価格設定が我が家の使い方に合ってないという問題があります。新しい料金プランは30ギガ使えるギガホと
段階的に選べるギガライトになってるんですけど、ギガライトは1ギガ、3ギガ、5ギガ、7ギガの4段階の設定になってて、7ギガ以上使う私とか私の子供、私は15ギガぐらい、子供は10ギガぐらい使ってるんですけど、それぐらい使おうと思うとどうしても30ギガのギガ法の方を選んでしまいます。つまり本来であれば家族で30ギガあったら足りるものが、結局家族合わせると65ギガ使うことになるので、どうしても価格設定としては高くなってしまいます。またギガライトの7ギガと30ギガのギガ法、その価格があんまり変わらないっていうのも、どうしてもギガ法の方を選んでしまう要因になります。ちなみにギガライトの上限 7GB を2年契約で契約すると5980円が基本なのに対して、30ギガ使えるギガ法の方は基本的に6980円と1000円高い状態になります。1000円高い状態以外にギガライトは 7GB 使ってしまうと通信速度がガタンと落ちてしまうのに対して、30ギガ使えるギガ法の方はブラウジングできる程度はスピード保てるっていうのがギガ法の特徴にあります。本来使い切る可能性からするとギガライトの方が使い切る可能性高いとは思うんですが、ドコモではそういう設定にしています。カネクロレビューチャンネル。結局のところ我が家の場合、ギガ数を家族で分け合うシェアパックの方が使い勝手いいですし、かつ全員がドコモビズやドコモの学割など毎月税別1500円引いてくれるサービスは、一人当たり税別280円でシェアできるので、結局のところ新料金プランよりも割安に感じます。1500円引いてくれるサービスはドコモウィズ、ドコモの学割、ウェルカムスマホ割など他にもサービスありますので、家族数が3人以外にも4人、5人、6人と家族数が増えるほどシェアして全員が税別1500円の割引使うと、かなり強力に安く使えると思いますので、今回新料金プランギガホ、ギガライトが6月1日から開始されるという発表がありましたが、逆に考えれば5月末までは今の料金プランやドコモウィズなどの契約はできると思いますので、家族数が多い方は1回このシェアプランとドコモウィズなどの毎月1500円引いてくれるサービスの組み合わせ検討してみるっていうのはおすすめです。今回はドコモの新料金プランが発表された後も、結局今までのシェアパックとドコモウィズの組み合わせ、家族数が多いほどお得なんじゃないかという内容の動画でした。主にガジェット類のレビューの多いチャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。